はい、どうも皆さん、こんばんは。おはようございます、こんにちは。今日もよろしくお願いします。こたパパです。はい、今日はですね、ちょっと思ってる部分があって、それをね、自分なりに解釈してちょっとお話をねさせていただきたいと思います。つまらない内容と思ってくださったら、全然離脱していただいても大丈夫です。はい、本当に私の考えだけをちょっと述べるので早速やっていきたいなと思います。はい、今日もね、ぜひ最後まで動画ご覧くださいませ。そう思うと、そうだよね、手を持ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションがパキッと上がりますので、その点も合わせてよろしくお願いします。はい、それでは早速お話しさせていただきたいと思います。それでは行きましょう。スイッチオン。はい、それではお話をさせてください。あるイヤホンをね、ちょうど買って使ってちょうど1年ぐらいになるんですけども、それの、まあ、長期レビューみたいな感じな形なんですけども、現時点でね、1年間ぐらい使って思うところはどこなんだろうなと思っていて、まあ、それをね、ちょっと、自分の気持ちも込めて、ね、通じ合えばいいのかなと思って、今日ね、動画を撮らせていただきます。何のイヤホンの話かと言いますと、ビクターから出ております HA の FW の 1000T。 はい、去年世間は貫通ねしたね、ドライバーに木を使っている、カバなんですけど、木でできたイヤホンなんですよ。ドライバーって言ったらもう音のね、肝じゃないですか、その部分が木でできてるんです。で、まあ、当時はもうね、即売れだし、バカ売れだし、最初僕が買った時なんか4万ぐらいしましたからね。今3万ちょっとで落ち着いてますけど、市場から消えましたしね。そのイヤホンについてね、ちょっとイヤホン持ってきますね。かな、クイーン。はい、これが 1000T ですね。まず、こちらのお話をする前提として、製品概要を、見返したいと思います。みんなで見てみましょう。それではいきます。はい、早速ね、製品概要を見ていきたいと思います。イヤホンですけども、ビクターから出ております HA の FW1000T となっております。私が購入した時、まあ、発売日なんですけども、この時が約4万円ぐらいでした。で、さっきね、Amazon 価格を調べたら、楽天とかも見てみたんですけど、まあ、3万1000円から3万2000円ぐらい。
まあ、3番ちょっとで落ち着いてるっていう感じですね。はい。まあ、ちなみに、その、アマゾン価格で見ると、込み込みで3万1000円となっております。はい。イヤホン4万で、結構すごいよね。はい。で、製品概要見ていきたいと思います。すいませんね。ちょっと項目が多くて、ただ伝えたいこと、振り返りたいことがいっぱいあったので、ながら聞きで結構なんで、お付き合いいただけたら幸いです。はい。まず1番ですね。もう、これは肝ですね。進路版として理想的な木を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載しました。大口径の 11mm の、ウッドドーム化音振動板に加え、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と、技術を投入しております。はい。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能並びに、クアルコムの、アダプティブノイズキャンセルを採用しております。4番、デジタル高音質化技術、通称 K2 テクノロジーと呼ばれるものなんですけども、こちらを、完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載しました。はい。圧縮もしくは劣化したそのデジタル音源なんかをハイレゾ相当まで、高音質化することができます。ソニーにもね、そういう機能はあるんですけども、まあ、それの、ビクター版っていう感じになりますね。イヤホン側で、コーデックの種類を判別して信号処理を行うので、接続する機器を選ばずね、ハイレゾ相当まで拡張できます。はい。イヤーピースなんですけども、スパイラルドットをさらに進化させた新開発のスパイラルドットプロイヤーピースを採用しております。イヤーピース結構重要ですよね。うん。これはね、スタジオエンジニアの音に対する知見を注入することによって、プロが認めた良い音っていうのが実現されていて、その証として、Tuned by Victor Sound っていうロゴを与えられています。もう称号みたいなもんですよね、これはね。防水性能 IPX4 相当。最後、バッテリー関係は、イヤホン、単体最大で9時間。充電ケースは最大で18時間。合計しますと最大で27時間使えることになっております。衝撃的でしたね。発表された時はね、みんな、木でいいのみたいな感じでしたからね。はい、製品概要はここまでとさせていただきます。はい、製品概要は以上になります。そしたらね、まあもう、音がいいのは分かりきってるんだけど、普段使ってるから。やっぱりね、一度、動画でしっかり残すっていう形で視聴をしたいと思います。よかったらお付き合いください。興味なければ飛ばしてください。はい。最近歌を変えてるんですけど、視聴用にね、うん。またちょっと原点に戻って、平原綾香さんのジュピター聴いていきたいと思います。Amazon Music の、音源はウルトラ HD ですね。こちらの出力がですね、ロスレスオーディオになってますね。24bit の 48kHz ですね。はい、そしたら聴いてみます。いやーもうこれはワイヤレスのレベルじゃないよね。解像度抜群。いや、すごいね、やっぱり。いつ聞いても、いつも同じ感動を覚えるんですけど、それは俺だけですか。うわ、たまらん。視聴もしたことですし、私の考えを、お話ししたいことをちょっと一票にまとめましたので、お付き合いいただければ幸いです。それでは行きましょう。
はい、ちょっとね項目が多いんですけども、じっくり頭を練って作表をしてみたので、私のこのね発売から1年約ね約1年経つこの1年間のデビューの中ですね、感じたこと、あとは性能としてここは素晴らしいとか、その辺のお話をですねうまくできればなと思っております。というわけでそちらの方に早速いきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、発売から約1年経っての私の感想であったり考えなんですけども、まずね、時間を経ても全く色褪せない超高音質イヤホン、これはもう間違いないです。はい、あとですね、便利機能であった K2 テクノロジー、これはもう、ビクターが編み出したものですけども、まあ、ソニーの方にもね似たような近い機能あるんですけども、まあ、こちらはこちらでビクター版という形ですね。K2 テクノロジーで処理した音源は、96kHz の 24bit まで対応したいわゆるハイレゾ相当に対応する高音質コーデック、aptX Adaptive にも対応しています。はい。そして大本命のね、木製ドライバーなんですけども、木製ってなかなか言わないですね。購入時より、この1年ですね、音がだいぶまろやかになりましたね。各音域同士の潰し合いなんかも一切皆無なんで、まあ、使えば使うほどいいっていうイヤホンになると思います。このイヤホン、耳元で鳴るね、そのサウンドを聞けばね、わかると思うんですけど、でもこの一言に尽きるっていうところで、もうね、もはやね、楽器です。ガジェットじゃない。これはもう楽器だよ、このレベルはね。うん、初めて聞いたとき、本当に鳥肌立ったからね。新開発されたね、ウッドドームカーボンドライバーによって、ワンランク上のクオリティで、有線のね、有線だよ。有線のハイクラスモデルと同等クラスの高音質化を実現っていうことなんです。有線でハイクラスって言ったら、20万だからね。ここはね、ちょっとね、無視できない。うん、そこまで本気でやるんだなと思って。で、音質なんですけども、低音の量感っていうのはもう、極まるとこまでいってますね。極み。で、中音域は、圧倒的なクリア感ですね。で、音楽ジャンルも、オールオッケーです。はい。あとは、高音と、ごく高音に関しては、もうね、ゆっとりするぐらいね、伸びが良くって、あとね、残響がね、すごいね、めちゃくちゃ気持ちいいです。はい。ね、ノイキャンもしっかり効いて、外音取り込みも優秀で、非常にね、クオリティも良く、原音忠実であって、原音忠実となっていると私は思っています。はい。バッテリーもね、ほぼ十分で、まあ、やらかしちゃった時は、まあ、10分のね、充電で、最大 1.5 時間再生可能なクイック充電。こちらに対応しておりますのって、自分も結構助けられた時があります。はい。それぐらいね、使い勝手がいいですね。はい。で、まあね、音全体どうなのっていうところなんですけど、まあ、広大なね、音場を持って、空間的なね、こういう広がりが良くって、音の分離感ですとか、音の定位感、その辺が、はっきりくっきりしっかりと、非常に良くて、音のね、立体構成、ものすごくすごいです。なので、まだまだね、このイヤホンはね、10年先を行ってるような感じもするよね。ドライバーを木からっていう発想するのは、それはすごいと思う。うん、はい。1年経っての私の、ちょっとした感想はこんな感じになります。
はい、それではね、まとめていきたいと思います。いきましょう。ただいま、ビクターから出ております HA の FW1000P、こちらのイヤホンのマイク性能を検証しております。音量音質いかがでしょうか。こちらが、1000P の音声となります。はい、それではまとめていきたいと思います。今日はですね、ビクターのこちらの FW1000P、こちらの振り替えをね、やらせていただきました。ご清聴ありがとうございました。まあ先ほどもね、自分の思いを述べたんですけども、やっぱりね、これはもう本当に使い続けるだけ、使い続けた方がいいイヤホンだと思います。そもそもね、まあ4万円のイヤホンってなかなかないですよ。まずね、そこで二の足を確かに踏んでしまう、ね、場合もあるんですけど、私のね、まあ父はちょうどビクターに勤めてたんですよ。で、ウッド関係の仕事もなんかかすってたような感じなんですね。だから、ウッドコーンのスピーカーっていうのは僕はもう、なんだろうな、学生ぐらいの時からうちにあって、まあ僕はね、その時はまさかイヤホンになるとは思わなかったんですよ。ただ、もうスピーカーはものすごくいい音がして、これをね、例えばヘッドホンでもいいんだけど、落とし込めたら、とんでもないもんができるなと思ってたんですよ。それがね、あっという間に実現し、まあ、あっという間でもないけど、ね、エンジニアたちのね、頑張りで実現して、なおかつ、ね、音も素晴らしいし、操作性もいいですし、しっかりね、聞くべき能力はちゃんと効力を発揮して、止めたいものはしっかりと抑える、ノイキャンだったり、その他の機能であってもその辺のメリハリもしっかりしてるし、とにかくね、色褪せないんですよ。うん、なかなかね、今の時点でどうぞ買ってくださいっていうふうには言えないんですけど、一ユーザーとしては本当はおすすめしたい。でも4万3万っていうのはちょっと視聴してから買うか買わないかとかを決めて、とにかく買うまでに少し時間を置いた方がいいと思います。せっかく4万で買って自分の耳に合わなかったら、それはみんな励ますよ励ますよ、本当に。なので、うん、で、低音ね、低音はしっかりとした深いものがあって、もう必要十分で。で、なおかつ、この中音域がもうめちゃめちゃクリアなんで、もうボーカルものは最高ですよ、これ。で、高音域と、ごく高音域に関しては、しっかり伸びきる。で、刺さらないんですよね。刺さらない。ちょっとね、一番、買ったその日に聞いた感じだと、んーって、ちょっと、んーってなる時があったんですよ。その時はね。で、1年使って、あ、そういうことなんだなと思って、今は全然その、刺さることはないですね。うん。だから、1年間っていうね、まあ、エイジングの時間も含めてね、多分ね、100時間、200時間多分行ってる、300ぐらい行ってるかな、かもしれないんですけども、それでね、だいぶドライバーも柔らかくなってね、音味もね、音色もね、上品に柔らかくなって、この先もね、ずっと使っていきたいと思える私の一品になりました。はい、まとめなんですけども、こんな感じをさせていただきます。すいません、長々と自分の考えだけ、押し付けるつもりはありません。あ、そんなこと思ってたんだぐらいで、流していただければ幸いです。はい、そうしましたらですね、今日の動画ここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。そんなにいい音すんの？
でね、ちょっと疑ってる方、特にね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい。もうね、センティーが手放せない。うん。もうなんだ、イヤホンの概念を変えてよね。ソニーはさ、あのリンクバッツとかでね、穴が開いたとかいろいろ出てますし、あとはビクターで言えば今だとね、イヤホンとかいわゆる流れ聞き用のね、ヘッドセット、うん、まあなんだろう、イヤホン、まあガジェット関係がだいぶ活発になってきたなとは思ってきてるんですけども、またね、自分でちょくちょくググってですね、いいものがあれば、購入してしっかりと皆さんに、情報共有できるように動画を残したいと思います。そのつもりで頑張りますので、よろしくお願いします。皆さんのね、音楽ライフが日々素晴らしいものであることを祈っております。それでは良い一日をお過ごしください。See you.